スーパーハイレグ女子天津一葉のいちはす TV。 教会です。おー、教会ですね。すごい綺麗な教会だそうです。これはカトリック？カトリックのサンテティアンっていう教会です。これがなんか偉い人のお墓、灰が飾ってあるらしいです。すごいでかいんですけど、本当は教会だったらしくて、なんか歴史的に教会じゃなくなった建物だそうです。すごいでかっ、柱でかっ。天気がいいですね。大学だそうです。司法、法律の大学。パリの極のなんか町、区役所みたいな感じかな。新宿区役所。ああ、極役所ね。はい、区役所です。なんか入ってみます。あ、すごいでかい柱が。これ写真撮る？撮る。でかいよね、これ。でかい。あと細かい、めっちゃ細かいです。すごい。エッフェル塔見えます。エッフェル塔めっちゃ遠いよね。うん、結構遠い。すごい。一個一個めっちゃ細かいです。すごい。正面こんな感じです。でかい。大学、理科大学みたいな。エンジニア大学です。でも綺麗。でも綺麗だね、大学綺麗。綺麗じゃない？なんかフランスでは専門をなんかちゃんと専門化しないとジェネラリストっていうらしくて、完全に私のことですね。はい。フランス一のエコルヌーヴェル大学らそうです。すごい。ちょっと、全然入れないんだけど、撮っておきます。赤もん撮ってるみたいな感じだよね、多分。発明とか発見について書いてあるのがもう外めっちゃ貼ってある。やっぱ国立らしいです。やっぱ東大みたいな感じですね。すごい。マリキュリーです。なんかその旦那さんと2人で3つもノーベル賞取ってる原子力の専門家です。全然知識はなくて恥ずかしいですね。ポロニウムのやつで、120年前らしい。ポロニウムできたの。ポーランド人だからポロニウムなんだって。すごくない？でも彼はフランス人だそうです。サプリです。こんな感じで、これがチョコラビービーみたいな疲れた時用のやつで、これはさ、なんか物？物なの？物？クランブリーみたいな。まあそう、いろんな植物の、体
乾かして潰したよね。あ、じゃあどっちかっていうと似てる派、こっち、うん、ただこれはあのこうやって飲むやつ、これサプリとして飲むやつ、これはお茶として飲むやつ、お茶として飲む、へえ、なんかお茶みたいのがあってそういうののサプリ、うん、へえ、これ何、これ何、空っぽですね。あ、空っぽなんですね、すいません。へえ、こんな感じです。これも、あ、これはオイル、そう同じようなもんだけど、これあの2、3滴あって砂糖につけて食べる、うん、食べるんだ、うん、まあ一応、へえ、まあ、それともあの、うん、体につけるのもあるけど、いろんな使い方がある。 あと許可もらって取ってますんで、はい、これは何、これもオイル、これはアルニカっていうぶつけた時に塗ると痛くならないし、あとにならないらしい。あとこれは痛いところに塗る、なんか湿布、これが風邪薬でアスピリン、あのイブじゃないけどバファリンだみたいなやつですね。へえ、風邪と、これなんかビタミンとか、うーん、ビタミン、ビタミン C、あ、へえ、解熱剤ですね、こっちは。カフェです。全然映んないけどモスクなんですよね。モスクでイスラムの教会なんで、蒸気サウナとかもあるんだって。ちょっと見えた、モスクこんな感じです。あとは散歩をしてる公園、何公園、ジャーダンデプロンツ、ジャーダンデプロンツという公園です。パリです、って感じですね、はい、この辺が夜になると光っててすごい綺麗でした。はい、セーヌ川です。パリはもう紅葉してます、じゃん。はい、なんか実がなるんだね。ランブーっていう詩を書いてる人らしい。ボランボ、ボランボ、ランボ、三つ尾みたいな、三つ尾さんみたいな感じですね。セーヌ川沿いの公園なんですけど、筋トレができるっていう、素晴らしくないですか。もう唐突に筋トレができる公園。 OK、 おーすごい、自分の重さで筋トレができます。すごい楽しい。行きます。おお、あった。あ、オッケー。足が短いと。おまえめめつきちゃん。でも足疲れる、ここももが痛いです。なんか電池とかの交換が昼間にやるんだと思って、こういうの大体日本だと夜ですけど、やっぱり低いとね、こういうメリットがあるんだなって思いました。ずっと黄色点滅。日本屋さんがセーヌ川沿いにいっぱいあるらしいです。へー、ノートルダムです。工事してて燃やされて工事してます。すごい綺麗。カテドラルです。チャーチの大きいやつがキャテドラル。カトリックのキャテドラル、キャテドラル、チャーチ、大きいチャーチです。ノートルダム大聖堂です。ホテルジュイっていう、もう司法ですね、メインの一番大きい裁判所
がここです。この鳥谷のなんか渡ってここです。鳥がめっちゃいっぱいいます。シーガー、え、カモメ、カモメか、カモメ。セーヌ川を登ってきてカモメがここにいるらしいです。すごい、めっちゃいっぱいいる。うんこ落とされそう、怖いね。ふんされそう。めっちゃいっぱいいるじゃん、すごい。あれが市役所です。あれ市役所、市役所です。すごい、ハトとカモメ。カモメ可愛い。めっちゃカモメいっぱいいる。パリっぽい、ね、パリっぽい、パリっぽい。このこれだよね、これ、うん、そうそう、これに後で行きます。丘の上にあるらしいです。おしゃれ、あと細かいですね、一個一個。人がいる、全部。市役所なんですけど。誰？エティエン・マッセン。エティエン・マッセン？誰？全然わかんないですよ。ルイジ4世とナポレオンしかわかんないです。はい、エッティン・マッセンさんがいました。はい、フランスで初めて野良猫見た。え、めっちゃ可愛い。しかもちょっとデブ。可愛い。え、可愛い。いや、ついてない。え、しかもね、わかるかな、あのこのさ、尻尾がすげえモフモフなんだよ。フランスの猫尻尾モフモフ。あ、触りた。めっちゃ可愛いんだけど、これ。え、飼い猫？飼ってるね、首輪ついてる。本当だ。え、可愛い、可愛い。あ、めっちゃ伸びた。私の方には来てくれん。チョコレート屋さんに行きます。可愛い。チョコレート屋さん？で、あんまり日本じゃないですよ。スパニッシュチョコレートを買いました。で、なんかホットチョコレート用、ホットチョコレート用のチョコとかが売ってて、すごい。あと 90% のチョコなのにすごい食べやすくて美味しかったんで、お土産に買いました。以上です。フランスも脱出ゲームが流行っているらしいです。すごい、どこでも世界中脱出ゲームが流行っているらしい。なんかベイプがフランスだと流行るらしくて、全然アイコス信者はいないらしいです。日本はアイコスだらけですよね。夜の市役所です。ライトアップされてめちゃくちゃ綺麗になったので。何の？でもそれラメアン、川、セーヌ川です。タンティアゴタワーです。キュスキュス、すごい大きい。ラクセットラクバーナーペラナージコンサレ。教会ではないんだけど、教会じゃない、ただのタワーで、あのサンチアゴ・デ・コンポステラっていう、あのスペイン の、うん、あのカトリックにとっては大切な場所があって、聖地で、でそこにあのどういうんだっけ、だ 歩いてさ、お祈りしながら歩くっていうのあるじゃん。なんかあの日本にもあるじゃん、そういうお寺を回るような。え、お祭り？違う違う、お寺に行くための旅。うーん、わざと歩いていく。お遍路参りだ。え、お遍路参り。
かもしれない、うんうん、でもわざと、うん、あの遠くに歩いていくってやつね、うん、それがあるの、そのでここから出発するの、そのサンティアゴ・デ・コンポステラ、それの歌は出発地点ね、そうそう、はい、サクレ・キュールという教会です、世界キュール、サクレ・キュール、世界キュール、サクレ・キュール、サクレ・キュール、モンマルトルの丘のサクレ・キュールです。で、門が山とか丘って意味らしい。誰だろう、また人が分かんない、ルイ14世と16世がフランツだね、とナポレオンしか分かんない。ここからこうとパリの夜景がめちゃくちゃ見えます、すごいパリが一望できますね。でっかいタワーモンパルナスっていうらしいです、エッフェル塔からも見えたやつです。あそこは、あの丸いやつね。そうそうそう、丸いやつ、うちの近くの。これ。そうそうそう。ここからも見れるんだね。階段で上がるかロープウェイがあるらしいですね。車で。させてもらいました。下まで来ました。おさん登るときにさ階段登ってきたんだけど、みんなワイン瓶で飲んでんのすごい酒豪です、羨ましい。ジャンダークっていうフランスとイギリスの戦争で活躍した女性らしいです。女性、女の人、成人です。とルイ9世らしい。9世って何した人か分かんない。まあ、カトリックの世界では結構大切な王様なんだけど、まあ、フランスのために結構いろんなそういうことした、教会いっぱい作らせた。ああ、教会作った人ね。オッケー、ありがとう、メルシー。あんまりのトゲトゲなんじゃ、セントニーさんでしか分かんないからさ、あの痛いやつ、痛いやつをあのイスラエルのイブサレムから持ってきたのがルイ9世だから、ルイ9世はめちゃくちゃ有名らしい。ちょっと勉強に豆です、豆知識です。建物がやっぱ一個一個細かいですね。セキュリティがあるけどすぐなかなか入れるらしいです。
書いていいのかな。戦争で爆撃を受けながらも周りに落ちた爆弾は、この教会の周りの爆弾は爆発してないんで残ってるそうです。この教会すごい、少なくとも125年前、150年前ぐらいの建物らしいです。なのにこんなに綺麗なんだそうです。すごい、これ観光地ですね。いっぱいカフェがあります。宗像志功みたいにいる。絶対違うけど土産屋さんもやっぱり観光地だから多いですね。おしゃれ、スタバもありますね。ちょっと寒いけどやっぱりおしゃれ。結構昔のパリ。昔のパリ？まあそう、そういうパリの。伝統的なパリそうです。路上タバコできるんだよ、すごくない？日本じゃちょっと考えれないよね。ご飯です。サラダです。次はステーキです。ちょっと固めらしいシチューで鶏肉は美味しい。美味しそうな、何全部美味しそうとか全部取るで、ナスのパイです。チャンネル登録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 。